はい、どうもちいさんです。ウィーチャー3ワイルドハント DLC 第2弾血塗られた美酒続きやっていきたいと思います。今回やるクエストこちら、8日間世界一周ということで、おとぎ話の国トゥサン公爵領を巡っていたゲラルトは、堕落した悪党の一団に出くわした。自分の暮らし向きに不満を持っていた彼らはすぐさま彼に襲いかかり、闇雲に剣に貫かれていった。彼らの野営地を調べたウィッチャーは興味深い手記を発見した。彼はその手記から不運な旅行者カラビスタから来たコンラッド・ウェイトという名の貴族のことを知った。ウェイトは友達にたった8日で大陸中を横断できると宣言していた。悲しいかな、彼の旅はきっちり8日後トゥサンで頓挫した。彼の旅の最後まで賄う物資を満載した荷馬車は、湖の底に沈む羽目になったということで、それがこの湖らしいんですけど、めちゃくちゃ広いな。ウィッチャーじゃないと、あ、いや、もうおるわ。楽しいか、おいで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 いうろ仮面どこ行った、これか、違う、プラムと用なし、騎士道の斜眼帯、おお、ローチに似合いそうじゃないか。綺麗な湖に沈んでんな、また。これはこれかってら、なんかよくわからんけど、まあいいのがあるんだろうね。はい、意外簡単だったな、こんだけか。まあ手に入れましたということで、じゃあですね、長らくほったらかしておりましたメインクエストの方行ってきましょう。もうそろそろこのウィッチャー3も終わりが見えてきたよ。多分ね、これ終わったところでまた無情なる心のクエストが出てるので、またそっちもしていきたいと思います。よいしょ、登れっかい、登れた。まあまあまあ、ウィッチャーまだ終わらないよ。よいしょ、ここ野営地多いね、本当に。街外れててすぐ野営地がある。貧困の差は激しいんだろうな。さあ行きましょう。ちょっとおさらいしようか。私ももうほぼ忘れてるからな。なんか何の話だっけ。ブドウ園の話だよね、結局ね。血塗られた美酒っていうぐらいだから。ワイン園手に入れたりいろいろあったな。ちょっとこっちじゃないや、こちら、怪物とゲラルトの戦いは短いが激しいものだった。その直後にゲラルトは長らく行方が分からなかった旧友レジスと会話を交わすことになった。上級吸血室のレジスはボークレールを恐怖に陥れている怪物が彼の親友デトラフであることを明かした。ここに至ってデケラルトは自分の追っている敵がレジスと同種の上級吸血鬼という本当に危険な相手であることを知ったのである。その時ウィッチャーと吸血鬼の方へ騒がしい声が近づいてきたので、ゲラルトとレジスは早々に会話を切り上げることにした。姿を見られて面倒に巻き込まれるのを嫌ったレジスは姿を消したが、付近のメール・ラシェーズ・ロング墓地に構えた仮住まい、かっこ決して作り話ではないに訪れてくるようゲラルトに言い残していった。ああ、家に行くのね。本当に忘れたな。なんだっけ、そんな話だっけ。これだな、最初これだな。ミルトンとカメラに背負う。あ、そうだ。で、最初、あれだよね。風車のところに戦い挑んでて、それを助けてあげて、で、男たち名乗り合った。そして怪物の死体を囲んでよくある世間話を始めた。
で、その人は、なんかこう、強いのを見せたいんだ、みたいな感じなのね、確かね。3人に、結局これの話は怪物が襲ってるからどうにかしてっていう話だったんだっけ？ もうそれすら忘れてる。そうだね。で、してたら、コロンビアンコの安静地下に安置したらしい。これ今のゲラルトの家ですね。で、遺留品見つけて、怪物に襲われた最新の犠牲者の身元が明らかになった。犯行に及んだ怪物の方は、その種類の種別の種族の判断できず、死体を検視しなければならない。ということで、コルボビアンコに向かうと、ブルクサが出てきて、そっか、で、殺して、こいつが今まで人を殺してたやつじゃないけど、なんでこんなところにブルクサいたんだろうみたいになって、手下みたいな感じか。ああ、じゃあ、レジスの旧友の、その主犯格の知り合いだったんだね、あのブルクサは。で、結局、検視をそこでしました。ねえ、あんなヘンリエッタ侯爵。で、結局何だったの？手紙でしか会ったこと、言われて招集されてないから、何だったの？っていう話をしに行って、あんなヘンリエッタに。したら、次の犠牲者って予想されるやつが一人いるみたいな話になって、んで、ゲラルト、ハメがミルトンが温室に囲いらっしゃる。あれ、結局死んだんだ、そいつも。死んじゃってて、って感じなんだろうね。したら、そっか、人がいたんだ。人っていうか、いたんだ。で、いて、あいつ犯人だっつって走って、こう、追いかけて行って、追いかけて行ったけど、結局、ここで、あれか、逃げられて、レジスと会話を交わすことになった。なるほど。レジスがそいつだったのかな？そうだったのかな？ちょっと覚えてないや、それは。本当に、犯人と戦ったのか、レジスと戦ったのか、ちょっと覚えてないけど レジスが、それ友達ちゃうん？みたいな話になってるわけね。ゆっくり話が。何？こいつ嫌いなんだって、私。おい。終わりにしよう。墓地のものが読める。そんな感じですな。結局は、人がいっぱい殺されていくからどうにかしてっていう侯爵のお呼びがかかってきて、レ来ジてス、みたら、もっと他の場所で待ち合わせてもよかったんじゃないか。来てみたら、なんかこう、そういう怪物がどうのこうのっていう話になってるんだけどね。なんかいい思い出ないな、吸血鬼。なんかここ危ないとこだな。行きましょう。コンコン。レジース。遊びに来たよ。鍵がかかってる。場何や所っはてんだここであい間つ。違いないはずだぞ。どこ夜かだ他のから？入り口を探さないと。夜がいいの？違うくて？なんで墓地ばっかり言うとの。入り口あるよ、ここに確か。どこどこ？これ？
これなの入り口。大丈夫かなこれ。大丈夫落ちて。なんか落ちたらやばい気がする。ダメだな。やっぱあっちかな。落ちてみるか。意外とそこは浅いかもしれないし。おお、わあ、キキモアいるじゃん。あぶね。なんかこの辺なんかキキモアめっちゃ。ここは餌が。いた。ちょっとなんかもう。ここにやろ。あ、ここにやろ。ひどい悪臭だ。燃えろ。すべて燃えてしまえ。おお、おりゃ。なんか今すごい力が解放された。肝は多いね、本当に。これ何なんだろうね。サソリなのかな。雲にしか見えないけど。どっちだ。こっち行き止まり臭いな。ちょっとこっち行ってみよう。バードかな。あ違うの出た。あ、こっち臭いな。ちょっと周り道していきたい。なんか明るい、ここ。よっ、これも墓地。何かある。霊の目を使おう。ほんとだ。なんだなんだ。えっ、興味深いな。なんでこんな隠されてんの。剣手に入れた。やってることが完全に盗賊。ん、なんだこれ。騎士の誓い。ギションの騎士ラーモン、ここに眠るかつて生きた男の面影を我が墓に求めることなかれ。我この心、この魂、この身のすべてを騎士道に捧げ、騎士として記憶されることを願う。騎士道の象徴とは抜き身の剣なり。我その象徴の下に、あ、元に眠らん。我が名誉を守り、我が友を守り、我が心を守りし剣。兄弟よりも心安き剣。ついぞ罪なき者の血で汚れざりし剣。この墓石とともに時を越えよう。いただきまーす。強いん。おん。おん、まあ。強なるんちゃう。おー、なんか広いとこ出た。住んでるね。吸血鬼と墓地で待ち合わせとはな。これ以上陳腐な状況があるが。今は思いつかないな。扉に鍵をかけなくてもいいだろう。私のプライバシーはどうなる。誰にも煩わされたくはなくてね。招かれざる客はお断りだ。それにお前なら入り方がわかるだろう。確かにそうだ。お仲間を探すためだったな。手を貸してくれると助かる。できる限りのことはしよう。おう、ありがとう。だがお前がどうしたいのかは問題じゃない。重要なのはデトラフが何を望むかだ。彼が見つかりたくないと思えば見つかることはない。絶対にだ。それでも何か方法はあるだろう。吸血鬼はあらゆる感覚による探査を回避でき、居場所を予知する種類の魔術も一切効かない。最高級のメガスコープですら役に立たない。ではこれは使えそうか。どこで手に入れたんだ。怪物の犠牲者の一人が川のそばで発見された。死体はバラバラに切り刻まれていたが、奇妙なことに手が三つあった。指輪をしたその手は別人のものだ。ブルクさんも興味を示していた。ずっとこんなん持ち歩いていたの。
何、怖い怖い。大事な証拠品だからね。デトラフの手だ、間違いない。まだ使えるはずだ。これデトラフの手なんだ。その手どう使うの？その手を使って何をするつもりだ？組織記憶に関するコンビナリウスの学説を聞いたことは？なんでそら確か何かで読んだことが、忘れられた錬金術だったか、ケイアモルヘンにあったボロボロの本だ。ほう。だが記憶通りなら、コンビナリウスは実証できなかったはずだ。実証はできていた。ただその結果を発表できなかっただけだ。彼とは友人で書簡のやり取りをしていた。だから彼の研究が完成して最初の実験も終わっていたことを知っている。複雑なので詳細は省くが、要するに身体組織の一部を使ってその体全体が経験したことを再現することが可能なのだ。すごいなそれ。どうやるんだ？特殊な装置を使うのか？煎じ薬を調合する必要がある。コンビナリウスは共鳴水という私的な名前で呼んでいた。それを飲めば意識がなくなり、一種の催眠状態を誘発できる。その状態になると組織の持ち主が強烈な感情とともに記憶した出来事を見られる。まるで他人の人生を断片的に夢に見るような感覚だ。デトラフがこの手を失う直前まで何をしていたか見れるかもしれないと。その通り。それに加えて隠れ家の場所も見えるとありがたいのだがな。ありがたいね。指輪って何？この指輪は興味深いな。見たこともない金属でできている。それにこの装飾は我々の故郷、天体の豪が起こる前の故郷にあったものだ。へえ。実はもともと私のもので、私は敬愛する旧友から譲り受けた。そうな。彼は一種の人間中心主義者だった。我々吸血鬼はここでは訪問者で、この世界の主である人間と古き民族に敬意を払うべきだと考えている。じゃあ別に悪いやつじゃないんだ。人間を家畜のように殺しはしないという意味か？その通り。私がその指輪をデタラフに譲った理由も、旧友が提唱していた理想を忘れないでほしかったからだ。単純にデトラフ召喚できない。単純にデトラフを召喚できないのか？二人とも上級吸血鬼なら。正直に答えるなら方法はある。だが信じてくれ、その方法は使わずに済むのが一番いい。あ、そうなんだ。最後の手段として取っておこう。本当の最終手段だ。最終手段？大げさだな。なぜだ？ああ、デトラフを呼び出せる存在がいるのだ。その資格を持ち、強大な力まである。どこへでも彼を引っ張り出せるだろう。そんなすごい人いるんだ。しかし、その存在に関わること自体が、なんというか、溶岩の渦巻く峡谷の上で綱渡りをするような冒険なのだ。どういうこと？私にとっても、お前にとっても、それほどの危険がある。無謀な賭けはしたくない。だから頼む。私の方法でやらせてくれ。その方が早いし簡単だ。じゃあそれで前弱作ろう。コンビナリウスは半生を費やして自説を証明しようとした。共鳴水の生成は簡単ではないだろう。ご明察。デトラフの組織に加えて高等用刺激剤が必要だ。要は毒薬で、飲んだ者に記憶の映像を入りやすくさせる。なるほど。いくつか使えそうなものが思いつく。ただ残念ながらどれも希少な物質だ。まずはマミューンの分泌液だが、一番近くでもビジマンにしかいない。スポッテッドワイトの唾液も使えるが、何世紀も前に絶滅した。コボルドの眼球でもいいが、警戒心の強い生き物だ。目玉をくり抜くなんてとてもじゃないが。うん、時間が限られているからな。手伝いを頼むことにしよう。そのお手ってどうすん？置いとく。動いてる。お友達？かわいいね。なに、あいつ目玉くり抜いてくれんの？今のは何だ？カラスだ。この辺りならどこにでもいる鳥だろう。非常に知能が高くてな。お前があげた生物を探すように言いつけた。彼とその仲間たちがやってくれる。お前のあげた怪物が一匹くらいは見つかるかもしれない。そしておそらくは、
気を悪くしないでほしいが、カラスの群れが総出で探す方がウィッチャー一人よりも早いはずだ。とはいえ多少は時間がかかるだろう。待っている間マンドラゴラ酒でも一杯どうだ。よし飲もう。酒の誘いは断れないな。ちゃんとした蒸留酒でなくて残念だ。漬け込んだだけでは薄い。その方がいい。お前の自家製マンドラゴラ酒を飲んだらたちまち秘密を全部打ち明けてしまうだろう。ああリビアのゲラルトはどんな秘密を持ってる？何か白状させたいことでも？俺を罠にはめたつもりか？悪いな。俺に何か白状させたいならもっと頑張らないつもりだ。やりがいのある挑戦は大好きだ。ならどうすればいい？そうだな、お前の方から呼び水になる秘密を喋ってみたらどうだ。吸血鬼の人生はさぞ魅力的なドラマに満ちてるんだろう。何か知りたいことはあるか？あ、教えてくれるんだ。今までどこで何をして生きてたの？再生した直後はどうしてたんだ？想像通りだ。初めはとにかく回復に専念していた。ほう。今でも完全には回復しきれていない。あまりにも弱っていて最初の1年は自力で動き回ることすらできなかった。デトラフは弱っている私を根気強く支えてくれた。助けてくれたのが彼でなければ再生にもっと時間がかかっていただろう。いいやつなんだね。なんとか一人で起き上がれるようになると私はブルッゲへ向かった。かつてディリンゲンにいた頃に家を構え癒して兼外科医として平和に過ごした地だ。人々の尊敬を集め大衆の想像する化け物じみた吸血鬼とは正反対の暮らしだった。ブルッゲ、生まれ変わって故郷が恋しくなったのか？ああ少しな。だがお前はどうなんだ。今までどこにいた？シリラは見つけたのか？見つけたよ。あの時はな。だがすぐ後にまた離れてしまった。次にシリが戻ってきた時、俺たちは共にワイルドハントを倒したんだ。波乱万丈だな。どうやら私はいろいろと見逃してしまったようだ。そうだな。だが詳しい話は今度にしよう。今はお前に聞きたいことがたくさんある。大冒険だったからね。死人でいるのはどんな気分だ？誰もが聞きたい大きな質問が一つある。死んだ後ってのはどうなるんだ？人間の信じる神々の世界が本当にあるのかが知りたいわけか。それは私にもわからない。吸血鬼と人間は大きく異なる。我々を構成する要素は形を持たなくても存在できる。我々の生存には心臓も脳も呼吸器も必要ない。あ、そうなんだ。 なんだ人間が言うところはな。感覚や思考はどうなる？説明するのは難しい。何か言い知れぬ不安感があった。不安感？理解を超えた言葉では言い表せない感覚だ。じゃあ何か思うっていうのはあるんだ。あの感覚が寒さと想像を絶する恐怖だと理解できたのは再生して意識が戻ってからだ。もしデトラフがいなければあの凍りつくような永遠の恐怖の中で溺れていたんだろう。怖いなそれって。そんな中生きられるはずがない。想像するだけでも最悪の体験だ。ああ私の知るどんな恐怖とも比べ物にならない。だが知っての通り我々にとっての死は人間にとってのそれとは違う。人間の生への執着は我々の目に機械に映る。人間であればすなわち死ぬことは必死、遅いか早いかの違いだ。まあ絶対死ぬもんな。それゆえになぜ死を遠ざけようとあがくのか不思議に思える。弱い20で死んでも40でも100でも何の違いがある。ほんの一瞬なことに変わりはない。お前の立場ならそう思えるだろうな。20クラウンしか持っていない者の気持ちは億万長者には理解できない。世界の見え方は人によって違う。そうね。新しい肉体に新たな人生、つまりまっさらな状態ということか？その言葉は定義が広い。具体的に何が知りたい？例えば血だ。体が新しくなっても血液依存の特性は残っているのか？今なら血を吸っても酔うことはないかもしれないぞ。あらゆる依存症はある種の霊俗状態だ。またそうなる危険を冒してまで肉体が再生しても身体的な成功が持ち越されるのかどうか実験するつもりはないな。確かにそうだ。すまない、単なる好奇心だ。
気にするな。好奇心が湧くのは自然な反応だ。それに昔から好奇心はお前の長所だと思ってる。いいやつだな。昔から吸血鬼の再生力には興味がある。失った手が生えてくるのはいいとしても、デドラフが液体となったお前を再生させた話は別格だ。怖っ。骨の折れる仕事だが不可能ではない。私の存在がその証拠だ。だがお前も相当な経験をしてきたと聞いている。記憶を失ったそうだな。短い間だけだ。トリスの助けで元に戻れた。実際記憶喪失だけで済んだのは幸運だったよ。ああ、人間は非力で軟弱な存在だからな。命を奪うのは何の造作もないことだ。怖。その点では人間に同情してやまない。まあ、首ひねっただけで死ぬみたいな感じなんだろうな。その点で吸血鬼ははるかにしぶとい。他の種族の者に殺されたとしても上級吸血鬼の力を借りて再生することができる。ただし同族の者から致命傷を受けて死んだらそのままだ。再生できない。かつて吸血鬼が同族同士で戦わないと誓った大きな理由の一つでもある。吸血鬼同士で戦うと死んじゃうんだ。怖。なんか聞きたいことあるの？よし、お前にも一つ質問させてやろう。何が知りたい？ゲラルト、お前のような興味深い男に対してたった一つか。意地が悪いな。だが有効に使わせてもらおう。お前ら飲みすぎやろ。もしお前が死んで私のように再生できるとしたら、生まれ変わってもまたウィッチャーになるか？どうなのこれって。いやでも他のゲラルト考えらんないな。生まれ変わってわかんない。そんなの、こんなんゲラルトの考えやん。でもウィッチャーになると思う。レジス、他の何かになれるとは思えない。飽きないか。遠回しな聞き方だが、俺がウィッチャーとしての人生を気に入ってるかどうか、どうしても答えを知りたいよ。飲みすぎやで。放浪の旅は悪くない。手がかりを探したり追跡したり、戦いの直前の緊張感も好きだ。何より怪物と戦う時ほどアドレナリンが出ることは他にない。人から化け物扱いや放浪者扱いを受けるのももう慣れた。ああ。そうだな。俺はウィッチャーでいるのが好きだ。いいね。正直に話してくれてありがとう。真に勇敢な者だけが持てる美徳だ。故に正直者は少ない。翼のある仲間からは音沙汰がないな。指示はちゃんと伝わってるのか？心配無用だ。もう少し待ってみよう。間もなく帰ってくる。間違いない。どうなるかな。っていうか来た時昼だったのにいきなりもう夜か。ホタル飛んでるやん。あ、帰ってきてる。寝ちゃってるじゃん。なんか手に入れたかな。眠っている時でさえ常に警戒を解かない。まるで吸血鬼だ。思い出してみろ。草の試練の時に我々の遺伝子を埋め込まれた覚えがある。お褒めに預かり光栄だ。褒め言葉として受け取っておく。それで何か知らせは？お前の言った通りだ。この辺りにはコボルドもマミウンも。だろうな。最後まで聞け。実はスポッテッドワイトはいたんだ。カロベルタの森にある廃屋に住み着いているらしい。ありえん。スポッテッドワイトは俺が生まれる前に最後の一匹まで狩り尽くされたはず。それならウィッチャーとスポッテッドワイトの歴史の知識を更新した方がいい。そいつはどうにかお前のお仲間から生き延びたんだ。住処の廃屋はおそらくわかる。地元の住民は呪われた家だと信じていたはずだ。それでワイトが生き延びられたのかもな。誰に干渉されることもなく。そのワイトって何？ワイトは森には滅多にいないし、廃屋とはいえ人間の家に住むのはもっと珍しい。荒れ地や廃れた墓地にいるのが普通だ。何が言いたい？スポッテッドワイトではないかもな。小さな助手が見間違えたかもしれない。鳥目だしな。それは考えにくいな。カラスは抜群に知能が高い生き物なんだ。
加えて目の良さも折り紙付きだ。カラスは何を見たんだ。その家の周りには地面いっぱいにスプーンが落ちているそうだ。何スプーンって。カラスたちの言葉を伝えただけだ。スポッテッドワイトの趣味がガラクタ集めなのかもな。それかスプーン自体が呪いに関係しているか。呪い。その呪いについて他に何か知らないか。詳しいことは思い出せない。あまり興味がなくてな。逸話として耳に入ってきたが聞き流してそれきり。まあそんなもんだよね。何か思い出してくれ。些細なことでも重要な情報になるように。飢餓に、いや欲に関連する逸話だった気がするな。誰かが何かの罰を受ける。そんな話だ。なんて呪いの起源としてはありがちな話だな。ザックバランだね。お耳に挟んだだけの話をいちいち記憶してたら脳がいくつあっても足りない。そりゃそうだ。どうだ。遠い昔に絶滅したはずの生物と呪いが同じ場所に存在する。これは偶然か。何か関連性がありそうだ。ああ、専門家の好奇心がくすぐられてるわけか。気が済むまで悩んでも構わんが忘れないでくれよ。必要なのはワイトの唾液で、それ以外はどうでもいい。オッケー、会いに行こう。煎じ薬を調合し始めてくれ。俺はワイトの唾液を取りに行く。それを調合物に混ぜれば完成だ。おとなしく唾液を譲ってくれると。最悪の場合、唾液栓ごと持ってくる。効果は同じはずだ。そうか、唾を吐いてくれと頼むのかと思ったよ。想像すると面白かったんだがな。もちろん唾液栓でも何の問題もない。では後で。ああ後でな。まずは書物を徹底的に調べてみるよ。書物。煎じ薬を作るんじゃなかったのか。最後に一つ足りない材料がある。手に入れるのに苦労しそうなものだ。何かいい代用品がないか探してみようと思ってな。なるほど、頑張ってくれ。ああお前もな。なんか後で取りに行かなきゃいけないような気がするな。よし行こうか。怪物事前でスポッテッドワイトについて調べてくれるね。スポッテッドワイトってなんだい。結構五感いいけどね、スポッテッドワイト。吸血鬼なのかな。うへー怖。スポッテッドワイト。悪霊？悪霊っぽいな。違うね。めっちゃ怖。こんなんと戦ったっけ私。全然覚えてないや。あった。スポッテッドワイトから身を守る一番の方法は騒がないことだ。ロデリック・ギリアンによるスポッテッドワイトの研究論文より、スポッテッドワイトはワイトの亜種であり、ウィッチャーによって狩り尽くされすでに絶滅した。普通のワイトよりも体が大きく、体表に斑点や体液のシミがあることからスポッテッドの名がついた。あ、そういう、あ、スポッテッド、スポットとかの過去形かかな。スポッテッドワイトの多くは人の来なくなった墓地や人気のない自然の中に住むが、時には廃屋となった人家、人家、人家に住むこともある。彼らが最も情熱を傾けているのは自らの体液を煮込んだ汁。刺激しない限りはあまり攻撃性を見せないが、脅威を感じると実に危険な、敵となる。彼らは体温が下がると眠りに落ちやすくなる。ウィッチャーは彼らに対する必殺技を持っていると言われる。イヤーでの、印を適切な場面で正確に使うことによる技だという。少なくともウィッチャーに関する伝説ではそう言われている。気持ち悪い。ちょっと待て、自分の体液煮込むのがって。イヤーデンが伝えるのね。嫌なこと聞いたなおい。どうしよう、煮込んでたら唾液くれないかな。普通に自分の唾液も、もっとゆっくりでいいぞ。自分の唾液も使うんじゃないの、そういうのって。ちょっと分けてくれて。気持ち悪いな、普通に。気持ち悪いわ。遅いぞ。だから体に体液ついてんのか。体液ってどの程度のものなんだろう。気持ち悪い。考えたらキリがね。ああすると終わればいいけど。工作の備蓄庫にも商品を納入してるんだ。
き。一体なんだ。何してんのこいつ。どうした。死んでない。包帯、三角巾、どこだ。もう死んでる。包帯を巻いてもそいつは助からない。え、でも今さっきまで息があったのに。最後の息だったんだろう。出血多量だ。足は骨折していて大腿動脈が破裂している。うわ、これほどの怪我では数分で死に。なんでこんなことになったの。神々よ、一体何があったんだ。ただ荷車に荷物を満載して通りがかっただけだ。叫び声がして彼が道に這い出てきたかと思うと地面に転がって意識を失った。急いで降りて助けようとしたんだ、傷に包帯を巻こうと。そこにあんたが来た。他人を助けるのはいいことだよ。他人を救おうとするとは関心だ。白状しようか。最初に彼を見た時賊の襲撃かと思った。まず考えたのはそれさ。だから馬を急がせようと思ったが、死にそうな奴を放って逃げるなんて男のすることじゃないだろう。放っておいた方がいい場合も多々あるがな。まあね、変なことに巻き込まれるからな。出発前に手をよく洗った方がいい。シャツも燃やせ。念を入れるならタイムの葉で体をこすった方がいいな。でないと血の匂いでグールが寄ってくるぞ。怖っ。それで、あんたは何者なんだ。ウィッチャーだ。なるほど。こいつを殺したのは何かの化け物だと思うかい。調べてみる。うん、足の骨が折れているな。だが死因は傷の方だ。小さいが深く刺されている。切り口は鋭い。真っ赤っかやん。刃物か太い鍵爪でやられたな。まだ分からんがワイバーンかもしれん。それに、この胸当ては特徴的だな。傷だらけで6章が出ている。年代物だろうな。商売で扱ってるから分かる。でもなんで身につけていたんだろう。本人に尋ねるのは無理そうだ。そうだね。さて彼がどこから来たか調べなくては。どうやらあの家のようだが確かめてみるか。この件は任せておけ。ではさらばだ。なんか拾ったな。待て、俺もついていく。来るの。あー、まあいいか、行こう。それならいいが、俺から離れず騒がず何にも触るなよ。しょうがないね、行くしかないな。エクストリームコスプレってなんだよ。足跡は丘の上の家に続いている。何があるんだ。死んだみたいに静かだけどな。なんか落ちてる。ここで足の骨を折ったんだろう。壁をよじ登ろうとして落ちたんだ。門が開けられず、ここから敷地の外に出ようとして。門は内側から施錠されている。ただ明らかに押し開けようとして、何かが出ようとしたようだ。想像しただけで背筋が寒くなる。こんなもんでウィッチャーが止められるか。ひどいな。なんてこった。うわ、人死んでるわ。何、盗賊。うわ、ここにも人死んでる。なんだこれ、真っ黒や。生きたまま焼かれたのか。かなり高温の炎だったようだ。怖っ。エリオダ様、我が守護者よ、良き知らせをもたらしたまえ。あるわけねえだろ、良き知らせなんて。なんだこれ。一体なんだ。宴会の用意か。そのようだな。どう思う、皆殺しにされたのかな。この辺はないな。釜山の名家第57巻。サングリール過去サングリールとも王族の血の家。現在の釜山とハークランド北西部にまたがる地域を統治した最初の王にまで遡れるとされる伝統的な家。家の創始者であるケナシのウィルヘルムに関する最古の記録は、1095年にボークレール宮殿を補修した際に発見されたエルフの文章の中に見られる。この資料はエルフにまつわるあらゆる仏事の常として信頼に足るものではなく、歴史家は資料として何の価値もないと判断している。そのためサングリール家も完全なおとぎ話として理解するべきだろう。サルバレス、またはサルバレズ・ディ・
家紋はレグルス・プラティナム。この家の姓は1189年に公爵家の献上を認められ、カラベルタ公爵から伯爵の意を、拝領した、暴速のサルバーの名に由来する。意味がわからん。ディ・サルバレス家の紋章はいわゆる銀のバシリスクとして知られるレグルス・プラティナムの映画で、あ、これあれやん、あの人殺しとったやつやん。この生物は実が極めて乏しい種であり、生物学の主流では生物種として分類名を与えること自体が誤りとされている。2つの塔の紋章を取りすらけ、984年頃に現在の地産を統治していたものを開祖とする古代の家。1160年代までエルフに対して熱烈な、戦争を続け、その結果現在の地産は人間が統治することになった。サルバレス、あ、そっか、サルバレス家ってあったね。はーん。銀の食器、エルフの彫刻がある。召使いだな、刺し殺されている。鋭利な刃物で何十回も、生き絶えた後に刺された傷もある。怖っ。人間のやることとは思えない。怪物だろ、そうに決まってる。すごい力で銅を刺されたような。胸郭を貫通してる。街道にいた男の胸当て。え、怪物なのかな。同じものだ。この人繋がったっぽいけど。喉は派手に切り裂かれている。強烈な一撃だな。そばの盾は古く傷だらけだ。剣は儀式用か。明らかにアインシーデの工芸品だ。工芸品で戦ってたのこいつ。儀式用の器か。生贄でもいい。何してたんだよ。まさか人間じゃないだろうな。なんか椅子あるしな。怖っ。何これ。何かが燃えたのか。爆発か。ひどい匂いだ。この人は体に複数の傷跡がある。全て一つ子だ。だが凶器が何かは分からない。この犠牲者は人間だが、なぜか服装はエルフだ。本当か。どうやって手に入れたんだろう。トゥさんに非人間族はほとんどいないのに。え、なになに、怖い怖い怖い。コスプレってことはそういうこと。うわ、なんかまた人なんか焼けて死んでるけど。逃げて火を消すために地面に転がった。だが結局は力尽きたが、焦げた匂いがどこかに続いている。生き延びてここから逃げた者がいたようだ。なんか落ちてますけど。これ焼け焦げたタブレット、もがいて脱ぎ捨て逃げたのか。なんかいるね。音がしてる。生きてる。あ、息が聞こえる。大丈夫？おそらく中にはもう誰もいるのは分かってる。息遣いが聞こえるぞ。開けろ。危害を加えるつもりはない。めっちゃゲホゲホ言うてん。大丈夫？大丈夫？やつらはまだいるのか。何もいない。だいぶすすけてるね、この人。誰がいるの？聞け。俺はウィッチャーだ。お前を助けに来た。だが助ける前に聞きたいことがある。奴らと言ったな。誰のことだ？あれは、何かわからん。精霊、あまりに突然で。演劇の上演中で、ディブサブが忠誠の誓いをする場面で、何かが光って何も見えなくなった。叫び声が聞こえたけど何も見えなかった。気づいたら衣装が燃えていた。キビスを返して逃げ出した。ダブレットを脱ぎ捨てここに駆け込んで後ろの扉を閉めたんだ。奴らが扉を叩いてた。扉を壊して入ってくるかと思った。もうおしまいだと。だが次第に静かになった。お前は何者だ。デュランド・フォーシェ・プラモンドン・ド・サバラン。この地の領主でトゥサン歴史同好会の会長だ。なるほど。エルフ忠誠の誓いを記念して同好会のみんなで年に一度ここに集まることになってる。だがそれがまさかこんなことに。
ほう、つまり過去のある場面を演じている最中に何かの拍子で偶然亡霊を呼び出してしまったのか、ゴルゴラスかゾーブか。どうすればいい。知らんうちに儀式やってたってこと。もう一度やればいい。行かれてるのか。みんなその化け物に殺されるぞ。それはない。これ以上殺さずはしない。それが俺の仕事だ。もう一度そいつを呼び出し、何者であろうと永遠に消し去る。デュランド、その忠誠の誓いは俺一人でも再現できるか。いや、あれは盛大で重要な式典だ。トゥさんの前統治者であるエルフの王が降伏し上位するのだからな。少なくとも3人の役者が必要だ。いるじゃん。あー、そうだな。危険にさらしたくないな。でも困ったな。お前たちの身を危険にさらすわけにはいかない。いや、君の言うことが本当ならこの惨劇の原因は私にある。知らなかったとはいえな。君に協力しなければ道義に戻る。きっと神々がお守りくださる。俺も一肌脱ぐよ。本当に取り掛かるぞ。まずは死体を片付けよう。時間はある。演劇は夜からだ。この手の儀式は日没後の方が効果が大きいと言われているからな。最後に報酬の話だが、ただ働きはしない。分かってる。とにかく危険を食い止めてくれ。報酬は弾ませてもらう。大丈夫かな。生き残るかな、この二人。なんか死にそうな気がする。私はルドビク王を演じよう。ここにエルフの玉座に座る。はい。ウィッチャーはアインシーでの君主の役だ。いいか、みんなきちんと衣装を着なきゃいけない。なエルフの王ディブザフは自らの宮殿で玉座に座りルドビクを迎えた。おびただしい数の松明が焚かれ、目もくらむほどの光を放っていた。はい、似合ってんね。さあ、じゃあつけましょうか。そっか、昔の式典に習って演劇してたらそれが儀式になっちゃったと。で、何か呼び寄せたか。怖いね。昔の真似なんかするもんじゃねえな。エルフのパンがあったよね。あ、ちゃんと死者弔ってある。ここにディブザフはルドビクの足元にリネンと呼ばれるエルフのパンを置き、この儀をもって実り多き土地の支配を人間に譲り渡した。次にディブザフは美しい装飾が施された儀式用の器をグインノードというエルフの前に渡した。彼の手から奪い取られた大地の最高傑作だった。エルフのワイン、まあ、これだな。エルフの王は自らの剣と盾を手に。ああ、だからアインシーでの献上品を持ったのか。軍隊の統治権を人間に差し出すため。なるほどな。え、どこにあるんだ。クエストか。また重たくなっちゃうよ。タコ強いぞこれ。しかもパテの装備ってできるの。のエルフの剣、いいよ。で、誇り高く胸を張って立つエルフの王は剣を抜き、そして膝を折った。ああ、完全なる敗北を認めた印であった。
そしてルドビクが言った。かっこいい。世はそなたの忠誠の誓いを受け入れる。一年後にはまた来た。見ろ、ほら、ゾウが。信じられん、神々よ、母よ。行った。まずい。いや、私これ一番強い。うわこいつ、まずい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 。いた、死んだ。難しいな。めっちゃ強い。痛い痛い。危な。この女。え、なんかいる、まだいる。あっちにも女がいる。ハルツバメじゃない、私が飲みたいやつは。危な。オッケー。痛い。どうした、来い。よろめかね。倒れないね。よいしょ。危な、危な。危ない危ない。よっよっ。こいつまだ死んでない。彫刻が動き出した。どんな魔法だ。わからん。怪物は殺すのが専門で、蘇らせる術には詳しくない。もしかしたらわかるかもしれん。あの像はかつてディブザフの宮殿にあったものだ。そんなもんよく持ってきたな。私が手に入れたのは数ヶ月前。あの時に、いや、最初から話さないとわからんな。ディブザフは年に一度人間への貢ぎ物としてこの手の彫刻を差し出すことになっていた。だが貢ぎ物があったのは一度だけだ。782年、ゴルゴン山の非人間族大虐殺の時に彼も殺された。死んでくれてよかった。ディブザフはルドビク王の暗殺を企んでたんだ。この彫刻は美術品ではなく、そう見せかけたゴーレムだった。王への忠誠の言葉を合図に動き出し、王とその護衛を血祭りにあげてしまうはずだった。よくある話だ。エルフはみんな裏切り者さ。はあ、もう行こう。怪物は倒した。俺は放浪に戻る。もう行かなくては。待ってくれ、どうかこれを受け取ってくれ。うん、気をつけて、いい旅をな、ウィッチャー。ああ、ありがとう。なんか昔の真似事とかするもんじゃないね。さあ、放浪に戻りましょう。ロチ待たせたな。半日ぐらい待ってたんじゃないか。なんか霧がサイレントなヒルみたいになってるわ。なんかいるな。モグレット、ちょっとめんどくせえ相手がいる。なんかすげえいっぱいいる。バーゲストや。ワイトどこだ。スプーンの音が一定のリズムに刻まれる。何も聞こえん、うるさすぎて。
本当だ、スプーンがいっぱいある。なんこれ気持ち悪い。木のスプーンまである。いろんな大きさのスプーンもあるし。何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることは問わず。なるほど、これが呪いか。なんだこれ、怖。誰かが取り憑かれてるようだな。レジスはここが呪われた場所だと言っていた。偶然ではなさそうだ。調べてみよう。散らかり放題だな。ここを徹底的に探さなければ、湧いたの唾液が必要だ。スプーンだ。すごい執着だ。このワイトは根っからの吸収家だな。失礼。うわ。スプーンか。少し古いが、ありふれたものだ。スプーンね。なんだ？なんかある？あ？なんかある。シミのついた日記。ここ数日何度もめまいを起こしている。こんなことは今まで一度もなかった。これが続くようなら魔術や魔法は嫌いだが仕方ない。薬草医に関わらなければならない。めまいは一向に良くならない。最悪なことに痛みまで加わりだした。時々あまりに痛くて何も見えないほどだ。薬草医を訪ねてみた。感じの悪い老婆の魔女はまるで怪物を見るような目で私を見た。そして気味の悪い調合薬を手渡し、1日に2回飲むように言った。飲んでいるが少しも効かない。今日もいつものように鏡を覗き込んだが、あまりのことに言葉を失った。いつもなら小じわや目のクマがないかを見るのだが、今日は小じわはなかったが、小じわの方がマシだった。胸に毛が生えていたのだ。こんなおぞましいことがあるだろうか。あの忌々しい薬草のせいに決まっている。薬草医の顔面を殴ってやろうと思って行ったら店が空っぽだった。私がこうなると分かっていて急いで逃げたに違いない。どうも家族が何事か怪しんでいるようだ。生えてきた毛は切っているが、生えてくる速さが日に日に増している。考えないようにしていたが、もうこれ以上自分をごまかすことはできない。この状態の原因は薬草の作用ではなく、例えば前に追い払った年老いた物乞いの呪いではないだろうか。確かめなければ誰かあの薬草医を探してくれる人を雇おう。考えがまとまらないし、書くのもどんどん難しくなる。孤独、家族はいない。何か食べたい。空のスプーンじゃなくたっぷりすくって食べたい。何も食べたい。鏡、嘘、騙された。怖い怖い怖い。なんか最後、なんかなんだろう、あれみたいになってる。あのかゆ馬みたいな。かわいそうに自分が怪物に変わっていくのを感じて日記に記録していたのが痛ましいな。見事なスプーンだな。職人技だ。裕福な家庭の食卓を彩った品だろう。邪魔。うわ、めっちゃスプーンいっぱいあった。え、怖い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 、やめて。本当になんかウィッチャーたまにこうやって怖くなるのやめてほしいんだけど。割れた鏡、まるで自分の姿を見たくないあまりになったようだ。これか、書いてあったスプーン。日記の主は怪物か。何怖い怖い。何時のさじは何時の口に食物を届けず、ここに住む怪物は言葉通りの意味に理解したようだ。永久にそんなスプーンを探しているんだ。バカだろ、素直すぎる。だからスプーンいっぱい。ここにもスプーン。さっきのと同じ普通のもの。これはスプーンの鍵。スプーンの形の鍵。凝った工芸品だ。飾りには説明書きがある。このワイトの収集癖は本物だな。競売に出品予定の品であることを証明する1210年、クリストファーソン&サンズ工房製アンティークスプーン型鍵。フィザントリー邸店主スミゴールサーキス氏所持蔵。何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはたまず。怖い怖い怖い。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。何スプーン。
トーンか。少し古いな。なんか死んでますけど、いろいろ人骨。望んでここに来たようには見えない。みんなでご飯食べようとしたんか。何人も何時と食卓を共にせず、意味は通じるね。なんかもうかわいそうになってきた。なんで死んでるのこいつらは。右腕が噛みちぎられ、歯は全て折られている。誰かが無理やり食べさせようとした。首の骨が折れ、頭蓋骨の側頭部に亀裂がある。何してんの。爪痕や歯形を見られない。おそらく窒息した。何してんの。連れてきて殺してんじゃないよ。この木のスプーンには女の名前が刻まれている。ロマンチックだな。ロマンチックだな。それって朽ちかけた手紙。マスター・ルバッサードの、あなたは長年無法者を仕事をなさってると知りました。少々変わった仕事をお願いしたいと思っています。おそらくなぜこんな場所に呼び出され、しかもなぜ私が直接お会いできないか不思議に思っていらっしゃるでしょう。今の私の状況では会うこと自体が大きな危険を伴うのです。それも私ではなく、あなたの相手の方が危険です。でもそれは置いておきましょう。話の要点は、私が呪い、または昔薬草に飲まされた薬の副作用で苦しんでいるということです。原因が後者であることを祈っていますし、それがあなたをお呼びした理由です。問題は、私がその薬草医にかかった直後、彼女が痕跡も残さずに姿を消してしまったという点です。私はどうしてもこの病の正体を知りたい。だからあなたに依頼しているのです。かつてこの地域で薬草医を生業にしていたあの女性を見つけ出してください。そして見つけたら、彼女が私に処方した薬について聞き出せる限りの情報を聞いてきてほしいのです。私の苦しみが彼女の邪悪な企みによるものならば、解毒剤を持ってきてください。後悔はさせません。私は裕福ですから、助けてくださったらお礼は惜しみません。もし私の苦しみが薬草医のせいでなければ、彼女には用はありません。その場合は、私は恐ろしい呪いの餌食になったということになります。呪いをかけたのは、私が屋敷に友人たちを招いた夜に訪ねてきた物乞いで、呪いを解けるのは神だけでしょう。その物乞いを見つけてくれれば倍の報酬を払いましょう。残念ながら、私が覚えているその男の特徴といえば、鏡を売り歩いていたことですだけです。これでは手がかりが少なすぎるのはわかります。でも何もないよりはマシでしょう。あとはあなたの優れた才能を信じ、幸運を祈るのみです。マレーネド・トラスターマラ。なんか前に鏡売ってた人間いたな。なんかあのジンね。あ、地下がある。怖いな、行きたくねえ。確かにワイトの巣に見えるが、少し変わっているのが間違いない。どこかに大釜があるはずだ。こっちも行かないとね。へえ、スプーンはここ出た後に行きましょうか。またスプーン。ここにもスプーンが。さっきのと同じ普通のものだ。探していた大釜だ。ここのワイトはあまり綺麗好きではないようだ。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。こっちなんだろう。酒蔵？キノコ生えちゃってんじゃん。めちゃくちゃ警戒してる私。なんか杓子っぽいけどね。あ、怪物の呪いとその内容。ジョロン、動詞のものを恐ろしい怪物の姿に変えてしまうという種類の呪いは有史以前から存在していた。この種の呪いは起源も効果もまちまちである。通常は魔術師または魔女が呪いをかけ呪文を唱えることで対象の姿を変化させる。ただし、いつも同じ隙書きとは限らない。時には呪われたものが少しずつ一部分ずつ変化していることもある。また強い意志を持ち、それまでの人生で良い行いをしてきた普通の人間が呪いをかけることもある。このようなものは魔力を持つことができるので、虐げられたものが悪意のある強者に対し呪いをかける。このような呪いを解くのは困難である。このように人を苦しめた代償は大きな苦痛を伴い、いつまでも終わらないものなのだ。人には優しくしましょう。ここにもスプーンが。さっきのと同じ普通のものだ。山のようにある。ワイトは長年かけて集めているが、いやー怖ー、引く。
普通に引く。いやいやいや、詰めすぎや。鍵かかってら。アードで吹っ飛ばせねえか。怖すぎる。ワイトのとこ行ってみっか。怖え。集めすぎちゃう、ちょっと。大釜ってこれか。ん？食器。食卓は整えられている。ここに住むワイトが何かの宴の準備をしていたよ。一人で宴してもらっていいんだろう。確実に呪いの影響を受けているようだ。そしてかわいそう。それを解こうとしている。もともと人間だったのかな。このワイトは根っからの収集家だな。あいにく大釜は空だ。レジスは調合物を必要としている。空の釜からは何も手に入らない。ああ、どこ行ったんだろう。隠れて待つしかない。大釜を覗ける場所を見つける必要がある。これなんかスプーンのやつやっといた方がいいような気がするな。はい、というわけでですね、今回こちらで終わりにしたいと思います。アゲロさんこっち見て。なんかこのもしかしたら救ってくれみたいになるかもしれないから、先に、これか、これ行っとこうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回はこのサジを投げずにというのをやってみたいと思います。ちいさんでした。